間違いなくコアですわね。本当だ。まさか一度もナイトメアに遭遇せずにコアにたどり着くとは思わなかったな。そうね、今までこんなことはなかったものね。だがこれはまたとないチャンス。これで我らの勝利がまた近づいたな。こんなにあっさりと。よしみんな、早速だけどコアを破壊しようか。な、貴様は。ギトザナチチギギギ。謎のナイトメア。よりにもよってこんな場所で出るなんて。コアを破壊するところだったのに。仕方ないな。貴様らここであのナイトメアを迎え撃つぞ。ちょっと待ってくれハーメルン。みんな。おつーちゃんどうしたの。何か様子がおかしいと思わないか。そうね、攻撃してくる様子はないわね。かといってどいてくれる気配もないけどね。確かに。どうするんですか。どうするって言われてもさっさと排除。簡単に言えぬ相手ではあるな。そうね、仮にも私たちの攻撃をあっさりとしのいだナイトメアよ。迂闊には飛びかかれないわ。なんとかうまく切り抜ける方法はないでしょうか。どかないと怒るよ。ラプ、近づくのはやめなさいな。今は距離を取りますわよ。みんな、ちょっと聞いてほしいんだ。もしかしたら僕たちはこの謎のナイトメアと戦わなくても先に進めるかもしれん。ああ、もうまどろっこしいっての。赤月、何かを探れるほどこのナイトメアは知能を持ち合わせてなんかいないよ。考えるだけ無駄だってば。だからさ、早くみんなで殺しにかかろうよ。それで私の願いもみんなの願いだって叶うんだよ。いや、むやみに戦うのは危険だって。じゃあここでずっとにらめっこしてるっての。私はそんなのごめんだね。お姉ちゃん、無茶はしないって約束したよね。したよ、覚えてる。でも別にこれは無茶じゃない、ただの提案だよ。倒そうって言ってるの。戦えば犠牲が増えるかもしれない。だから倒さずとも進めるならそれが最善だろう。もしかしたら戦わずにこの状況を乗り切れるかもしれないんだ。こいつ、それ本気で言ってるの。もちろん本気だよ。戦わずにみんなが脱獄できるかもしれない。だからお願いだから我慢してくれ。お願い、お姉ちゃん。おつーちゃんに何か考えがあるならそれを試してからでもいいでしょ。いや、ダメだね。だってあのナイトメアはおそらくスナークだからね。そうだったんですか。確かにそうだとするなら倒さないって選択肢はないわね。スナークは人間の敵。殺さなければ人類の未来はないよ。違う。赤月、あの謎のナイトメアは多分スナークじゃないよ。違うんですか。だとしたら一体何なんですの。おつー、何か知ってる。それは
ス、どうしてためらうの？まさか私を止めるために出任せ行ったってわけ？おつーちゃん、わかったよ。みんな、今からかなりショッキングな話をするよ。聞かせてもらおうじゃない。みんな、そもそもだけど、そこにいるナイトメアの正体って考えたことあるかい？ゲゲゲゲ、このナイトメアの正体？だからスナークだってば。いや、そうじゃないんだ。そこにいるナイトメアは実は、ここにいるナイトメアは僕たちと同じ結色少女だ。何を言ってるの、オツ？少なくとも黎明時代に把握されていた結色少女はここに全員いますよね。あとはアリスさんにハーちゃん、グレーテルさん、それからラプちゃんだよね。ということは景色少女は全員が今ここにいるではないか、オツ。もしかして他に私たちの知らない景色少女がいるとでも言うの？でも景色少女と同じ姿形のメルヘンがいたことがあったじゃないか。それって私のことですわ。今回もシンデレラの時のようにコアに擬態化されてるんだ。でもそこのナイトメアは私の時みたいに見た目を似せてはいないけれども。そうよ、誰の擬態かなんてどうでもいい。アカネの言うように倒せばいいだけじゃない。なるほど、そういうことね。本当にこの世界は残酷だわ。うん、そうだね。ちょっと、二人だけで納得してないで、ちゃんと説明しなさいよ。赤ずきんの言う、僕たちの知らない景色少女じゃない。答えはずっと前から提示されていた。それこそ、シンデレラの剣がヒントだった。もったいぶるでない、早く教えるがいい。つまり、そこにいるナイトメアこそが本物の景色少女が変化した姿で、僕たちの中に擬態化した偽物が混じっているっていうことだ。そんな、私たちの中に偽物がいるですって？だけど、いや、でもジャックの事例を踏まえても、ナイトメアは人間そのものが変化を遂げる場合があるってことは分かっている。間違いない。そう考えれば、いろんなことに辻褄が合うんだ。もちろん擬態された人は自分自身が擬態化された存在だなんて知らないと思う。知らずに結色少女として生きている。誰なの？その偽物は誰？おつう！コアに擬態化されてる結色少女、それは擬態化されてる景色少女、それはアリス、君だよ。アリスが？ちょっと待って、私？さすがにそれは冗談にならないわ。いくらお通さんとはいえ、返答次第では怒るわよ。ごめんね、アリス。
僕も冗談でこんなことは言わない。そんな、やめてよ。私はジャックと独房エリアに囚われていた。それはお通さんがよく知ってるでしょ。擬態化した存在なら、人間じゃないなら、独房に囚われたりなんてしないはずよ。そうかもね。だから君が擬態化したのはそれより後なんだ。具体的には僕たちがアリスやジャックを独房から解放した後だよ。じゃああの時まではアリスは本物だったってこと？そういうことだね。ちょっと決めつけが過ぎるわ。私もさすがに傷つく。ごめんねアリス。でも揺るぎようのない証拠があるんだ。証拠なんてあるんですの？証拠ね。何なのオツ、その証拠ってやつは。そこまで私を疑うだけの証拠があるって言うなら早く見せてよ、ツーさん。オツーちゃん、本当にそんな証拠あるの？証拠なら目の前にあるんだ。それもずっと前から、すぐ近くに。みんな、ジャックの体を見てくれるかな？ジャックの体？ギギ、僕、ギギの、ギ。アリスが擬態化された存在の証拠はジャックの体にある。ジャックさんのどこに証拠があるというの、おつーちゃん？アリスが擬態化された存在、その証拠がある場所は、アリスが擬態化された存在、その証拠がある場所はここだよ。ジャックさんの右手？もしかしてその飾りですか？これこそが証拠だ。ジャックがまだ人間だった頃にアリスから預かった大事な髪飾りだ。そしてナイトメアになる時に一緒に取り込まれて、こうして移植されたんだ。私も思い出した。アリスさんは気絶したジャックさんにこう言ったの。髪飾りを預かっていてって。なるほど、そういう経緯であったか。言われてみれば確かにアリスの髪飾りとそっくりであるな。そう、問題はそこなんだ。アリスの髪飾りはジャックが持っている。ということはアリス、君が今髪飾りをつけているのはどう考えてもおかしいんだ。え？でも私、本当にずっとつけていたもの。監獄島で目覚めた時からずっとつけているのね。そうよ、ジャックにもらった大事な髪飾りだもの。肌身離さずつけているわ。だとするとおかしいわね。全く同じデザインの髪飾りが2つあることになってしまうわ。ブラッドスケルター化してる間に同じデザインの髪飾りを手に入れたとでも言うつもりかしら。こうしたアクセサリーも一緒に擬態化できるということはシンデレラの時で分かっている。確かに偽物も私と同じペンダントを持っていましたわ。私の髪飾りが偽物だって言うの？違うわアリス、あなたも含めて偽物だって言ってるのよ。ちょっとグレーテル、言い方ってもんがあるでしょ。まあとにかくアリスが髪飾りをしてるってのは本来ありえないんだ。だからアリス、君はコアに擬態化された存在なんだよ。私よ。なるほど、
アリスが擬態化された存在だってのは私も分かった。で、それだとどうしてそこのクソナイトメアが本物のアリスだってことになるのよ。考えたくもない話なんだけどさ、もしもさ、もしも僕が姫を何かの間違いで殺めてしまったら、僕はそんな事実を取り消したくなる。この世界を全部壊してしまってでもね。何が言いたいのよ。あの時ブラッドスケルター化したアリスは人間だったジャックを切りつけた。私がジャックを傷つけた。本物のアリスはおそらくその時にジャックを殺してしまったと思ったんだ。その殺したという事実をどうにか書き換えたくて、それでコアに願ったんだと思う。ジャックを傷つける前の自分に戻りたいってね。でも同時に殺したという事実が覆らないことも理解しているから、だからジャックがいないこの世界を滅ぼしてしまいたいとも願って、自らがナイトメアになったんだと思う。そのせいで敵も味方も関係なく、そこのナイトメア、いやナイトメアアリスは破壊の限りを尽くしていたんだ。確かにそこのナイトメアは憎悪の塊と表現するのが正しそうね。でもナイトメアアリスにも手が出せないものがあったんだ。手が出せないもの？ジャックだよ。人間、メルヘン、ナイトメア、生きているもの全てを殺し続ける彼女が逃げる場面を僕たちは何度か見ている。そういえば私たちは何度も遭遇してきたけど、結局いつもナイトメアが逃げていったんだよね。それは全てジャックさんがいたからってことなの？そうだよ姫。ナイトメアアリスが逃げるのはいつもジャックと出会った時だった。前に二手に分かれて探索したことがあっただろう。その時だってジャックさんが駆けつけた瞬間にナイトメアは逃げていった。ナイトメアアリスは恐れていたんだ、自分がまたジャックを傷つけることを。きっと彼女のわずかに残った理性がそうさせていたんだろうね。そういうことなの？でもナイトメアは同志を殺さないわ。ジャックがナイトメアだから同じナイトメアを攻撃できなかったっていう可能性だって。あなたはヘンゼル兄さんが誰に殺されたのか忘れたのかしら。うん、悪かったツー、あなたの仮説が正しいとしてどうするつもりなの？まさかこのまま見逃してあげようなんて言い出すわけじゃないでしょうね。僕はジャックがナイトメアアリスを説得できるんじゃないかと思っているんだ。あ、水。ジャック。ギギ。あ、水。と、じ。ど、じ。わからな、落ち着けジャック。何がそんなに苦しいって。おつーちゃん、たりずたりずジャック、落ち着け、落ち着くんだ。ジャック、ナイトメアがジャックさんのもとに。リズ、ジャック、キキ、ジャック、
ジャック。何背中向けてんの？嘘の演技で私たちから逃れようってつもりか？クソナイトメア！どうして避けない？自分のことなんかどうでもいいくらいジャックさんのことを心配してるの。ジャック、ジガリ、ジデ、私、家、午後に、いるよ。この強い思いは、まさしく、アリスが二人いるみたい。これで信憑性が増したわね。認めたくはないですが、この姿を見せつけられると。どじにいけおどじまおわからない。ダメ！コアに身を委ねちゃダメよ！ジャック！アリス、ひどい顔色じゃないか。さあ、僕の血を舐めるんだ。でも、またジャックに迷惑を。そんなことないよ。ほら、早く。アリスを返せ！ジャック！に、やっと起きたか、ジャック。オーバーヨーズ。本当にジャックはよく寝るな。また夢を見ていたみたいだしね。ギギボグドオーバーなし。ええ、そうよ。ジャックの生まれた時のこととか、いろいろと知りたいの。だからね、お話ししましょう。ほら、ほら。ぼ、ぐ、ぼ、ぐ、ぐ、ぎ、ご、ご、い。やめてくれ、グレーテル！ジャックが怯えている！ジャックさん、大丈夫ですからね。何も怖いことなんてありませんから。ジャック、僕の代わりに、グレーテルと、みんなを、守ってほしい。ジャック、僕の代わりに、みんなを守ってほしい。守って。父、どっちも、どっちも、き、ま、も、な、なぎゃ。
ジャックさんが突然コアに飛び込んで。そうだよ、ジャックは。ジャック、本当にジャックなの？ジャック、まさかナイトメアアリスと融合したのか？どうやらアリスと同じようにジャックもコアに願ったようね。アリスを守りたいと。その結果がこのアリスと一つになった姿なの？それどころかコアも取り込んでいるみたいね。それじゃあ壊せないじゃないですか。逆に言えば弱点を自ら体に取り込んだとも言えるわよ。そうだな、ぶった切ればいい、そういうことであるな。僕が守る。なんて憎悪にあふれた声ですか。ジャックが、ジャックが。傍らにもう一体転がっておるぞ。あれは人間のジャック。僕はまさかジャックのやつ。守れ。ジャックもまた二つ願ったよ。そして矛盾する二つの願いがジャックを二人に分離した。こちらのジャックは人間として、みんなを守りたいと願ったジャック。そしてあちらはただアリスさんのそばにいることを願ったジャックさん。自分を二つに引き裂いてでも全てを守ろうとするんだね。ナイトメアのジャックはナイトメアアリスを守るために融合し、私たちを排除しようとしているわ。そして人間型のジャックは私たちみんなを守るために生まれた。どちらと戦うべきかは一目瞭然ね。夢の言う通りだ。だからこそ戦うんだ。つーちゃん、生きること、大切な人を守ること、ジャックはどちらも諦めなかった。だから僕も諦めない。ジャック、アリス、君たちが姫を、仲間たちを傷つけようとするなら僕は戦う。なるほどね、わかったわ。ジャックね、やるではないか。そんな、どうしてこんなことに。覚悟を決めなさい、人魚姫。結局私たちは何かを諦めながらそれでも前に進むしかないのだ。嘘よ、どういうことなの。本当にジャックなの？でも手を差し伸べられても私取るなんてできないわ。だってジャックを瀕死にさせたの私だって聞いたもの。それに私偽物だし。だよ。
ってば、本当こういう時は強引なんだから。もう自分が何者かとかそんなのどうでもいいわ。私はここにいるジャックとみんなを守る。よし、みんな準備はいいな。もうあのナイトメアに説得の余地はない。だから絶対に倒してみんなで脱獄を果たそう。出番だね。任せて。いいわ、頑張るわ。さあさあ、次は私だよ。いい調子だ。行くぞ。調子いいぞ。任せて。全力で行くよ。すっごいよ。頑張るね。いい調子ね。頑張るわ。あっ、ほら、しっかり。
えろ！行くぞ！終わったか。出番だね。覚悟しなよ。出番だね。やるぞ。頑張るわ。よし、来た！
調子ね。出番ね。食らいなさい。いいね。もう大丈夫。すっごいよ。遊ぼう。覚悟しなよ。出番だね。いける。出番ね。くらいなさい。くらいなさい。我慢できない。ぶっつぶす。やるぞ。刻んでやる。力がやっつける。見てなさい。行くわよ。すっごいよ。頑張るね。元気になってね。気が利くな。助かったわ。終わったか。よいぞ。任せろ。はあ。乗ってるよ。出番だね。とりゃー。そこ。いいわ。頑張るわ。全力で行くわよ。覚悟しなよ。刻んでやる。回復。元気もりもり。頑張るね。力が。いいね。力がみなぎる。行くぞ。刻んでやる。とりゃー。すっごいよ。頑張るね。チチンプイプイ。はっつける。やっ。いい調子ね。行くわよ。はあ。いい調子だ。任せろ。元気出せ。あたしの本気受けてみろ。次はあたしだよ。いい感じ。やっつける。すっごいよ。やるぞ。いくぞいくぞ。助かったぞ。刻んでやる。よいしょ。天命の時間。頑張るね。よし、来た。はあ。見てなさい。行くわよ。全力で行くわよ。いいね。刻んでやる。とりゃー。いい感じ。出番。いい感じ。遊ぼう。ちれー。覚悟しろ。
しのめす。くれきちちちちるうん、乗ってるよ、出番だね。そりゃいい感じ、出番。全力全開だ。遊ぼう、元気になってね。ちるー、行くぞ行くぞ。覚悟しなよ、次は私だよ。楽しみ。良いぞ。ジル、出番ね。全力で行くわよ。刻んでやる。よいしょ。体が守るんだ。遊ぼう。いいね。もう大丈夫。ありがとう。いいね。次は私だよ。頑張るわ。はぁー、すっごいよ。ジジンプイプイ、いいね。刻んでやる。キチチチチチー、ほんと。覚悟、行くぞ。覚悟しろ。助かったわ。いい感じだ。やるぞ。さあさあ、次は私だよ。ちる、消えろ。元気出せ。いい調子ね。頑張るわ。全力で行くわよ。遊ぼう。乗ってるよ。刻んでやる。そりゃちる。Yeah!
うぞ。ちょっと覚悟しなよ。次は私だよ。そりゃ覚悟、行くぞ。今度こそ、いい感じ。疲れてきた。守るんだ。覚悟、行くぞ。徹底的に叩き潰すわ。打ちのめ、出さないわよ。よし来た。行くぞ行くぞ。
頑張るわ。全力で行くわよ。今度こそ、今度こそ死ぬなって。うわっ、覚悟任せろ。いややるぞ。元気になってね。行くぞ。もうエマはしない。いい感じだ。Oh!
助かったぞ。ありがとう。今度こそ。
つけてやる。もう大丈夫よ。いい感じだ。やるぞ。すごいの見せてあげるね。よいぞ。よし、来た。くらえ。覚悟して出番ね。全力で行くわよ。いい感じ。もう大丈夫。行くよ。遊ぼう。いい感じ。死ぬ。行くよ。
仕方あるまい。殺さねば殺されていたのだからな。
てしまいましたが、でもまだ人間のジャクさんが生きています。だからまだ完全にジャクさんを失ったわけでは。ジャック、ねえちょっとしっかりして。ねえアリス、お願い消えないで。ジャック、ジャックさんまでそんな。あのナイトメアたちの強大な力に対してこのジャックは大きな力を持ち合わせてなかったわ。つまりコアの最後の力で生まれた儚い存在。コアは消えた。生命力を与えてくれる源はもうない。そんなのってない。何か方法はないのか。な、白い闇、そんな。嘘、このタイミングでだったの。もう戦う力なんて残ってませんよ。コアは破壊したのだ。最後にもう一踏ん張りすればいいのだ。待ちなさい。これまで破壊したコアがこのナイトメアのものとは限らないわ。すでに二つのコアを見つけてるのよ。三つ目があったとしてもおかしくない。ではどうするのだ。いつも通り逃げるんだ。奴のコアを破壊したという確証がない限り戦うのは得策じゃない。それにどう見てもみんな限界が近い。アリス、ジャック、急ぐんだ。すぐそこまで来ている。ジャック、ほら逃げるわよ。ジャック、なんで突き飛ばすの。一緒に逃げなきゃ。何言ってるの。怒るわよ。ハリス、もう間に合わない。ハンターだけでもこっちに来なさい。早く。
つも笑顔で生きてなきゃ。アリス、アリス、シッカ、やっとシャックのこと守れた。アリス、ごめんね。私の血でジャックの顔まで汚しちゃった。そんなのどうだって。アリス、アリス、ねえジャック、お願い、最後に笑顔を見せて。こう、赤ずきん、絶対に飛び込んではダメよ。そうだ、今は勝てる見込みが薄い。悔しいし敵は取りたいけど逃げるしかないんだ。でもアリスさんの亡骸をそこに置いたままなんて。姫、気持ちはわかる。だけど僕たちは今みんな瀕死、自分たちが逃げるので精一杯だ。アリスを抱えたまま逃げれば、その先に待っているのは間違いなく全滅よ。だから辛いけど、今はアリスを置いてとにかく全力で逃げるんだ。来た、みんな逃げるぞ。やり過ごせるかも。かぐやよ、何をしておる。死にたくなければ進むのだ。まったく無茶を言うのですよ。こういうのはわらわの柄じゃないのです。ハーメルの言う通りだ。残ったあたしたちだけでも生き延びないと。待ってください、親指姫はどこですの。白雪ちゃんとネムちゃんもいないよ。三人はいつからいない。誰か覚えてないか。そういえばすぐ背後になった。ナイトメアの気配。それってまさか。おつーちゃん、
みんなは先に行け。親指たちを僕が探しに行く。ダメだよ、バラバラになっちゃう。でも落ち着きなさい。あなたが冷静でなくてどうするの。探しに戻る。二人とも早く。あの角を曲がれば隠れてやり過ごせるかもしれないわ。はい、親指姉様。ネムちゃん、行きますよ。僕、力、もう、はい。僕、立ってない。姉様たち、ごめん。私の妹に汚い手で触るな。さあ、ネムちゃん、今のうちです。置いていくわけないでしょ。そうですよ、ネムちゃん。白雪たちはいつだって一緒ですよ。でさ、二人ともちょっと提案があるんだけど、私さ、あのナイトメアにいい加減頭に来ちゃってるのよね。だからさ、ちょっと反撃して一種でも報いたいなーなんて思ってるわけなんだけど。親指姉様、まさか。ううん、違うの。時間稼ぎとかじゃないの。これはもっと傲慢でわがままな私の願い。白雪、ネム、ごめんね。二人とも、そのどうか一緒に私と戦ってくれないかな。一緒に戦う。時間稼ぎして二人を逃がすのが姉としての役目だとは思ってる。でもね、私、三人で一緒に立ち向かいたいの。今までのことを考えると都合がいいお願いだってのは分かってる。協力してくれないかな。もちろん。やっとそれが叶うんですね。親指姉様、もっと堂々と頼んでください。白雪たちはどこだってどこまでだってついていくんですから。あんたたち、ありがとう。最後まで姉を突き通せなくてごめんね。親指姉様はいつだって何があろうと大好きな姉様ですよ。僕の自慢の優しくて強い姉様だよ。嬉しいな。もっと早くこうしていればよかったかも。かかってきなさい。今の私たちは強いわよ。そうですね、誰にも負ける気がしません。ナイトメア、覚悟。Thank you.
大丈夫。私たちなら、きっと、また、一緒に。親指、白雪、眠り。そんな、嘘でしょ。ほら、三人とも早く起きなさいよ。ナイトメアがそばにいるじゃないの。手遅れよ。ナイトメアがもう反応していない。何が言いたい、グレテル。現実を見なさい。あの三人は死…やめろ、二人とも。今はそんなことをしてる場合じゃないだろう。そうね、ごめん。見ろ、貴様ら、ナイトメアの体に傷がついているぞ。何？また死なせて。くそ、くそ、くそ。自分を責めている時じゃないです。やるべきことをやるのですよ。赤ずきんさんはお姉さんでしょう。かぐや、お前まさか。動き出した。逃げるぞ、みんな。今はとにかく体勢を立て直すんだ。時間で閉まる扉、通ってしまえばありがたいね。これでしばらくは時間が稼げるよね。さあ、赤ずきんとかぐや姫も早く来るんだ。もう扉が閉まるから。いや、ちょっとかぐやと一緒に考えたんだけどさ。ええ、ちょっと思うことがあるんですよ。何をしておる、赤ずきん、かぐや姫。姉ちゃん、かぐやちゃん、どうして。いや、ここらでお姉さんちょっと本気出しちゃおうかな、なんて。はい、軽くナイトメアをひねってこようかと思った次第です。何言ってるんだよ、二人とも。冗談だよね。今回は、みんなにずっと迷惑をかけてばかりだからね。だから最後くらい、お姉さんっぽいことさせてよ。お姉ちゃんはいつだってちゃんとお姉ちゃんだよ。嬉しいこと言ってくれるね、人形。でも、ずっと狼の腹の中は嫌なんだ。それにさ、いい加減、この黒い怒りを抑え込むのにも、嫌気がさしてきたんだ。そんな。わらわも
もう限界なんですよ。だったら赤ずきんさんに同行した方が働いてるような気がしまして。何を言ってるんだかぐや、君はいつだって真面目に働いてきた。そうだぞ、決して足手まといなんかではなかったぞ。では足手まといじゃないままお別れです。騒がしくて面倒なことばかりでしたけど、意外と楽しかったですよ皆さん。わらわの帰る場所は好きではありませんでしたね。何をバカなこと言ってるんだ、二人とも今すぐ戻ってこい。そうだよ、お姉ちゃんもかぐやちゃんも戻ってきてよ。もう決めたんだよ。じゃあバイバイ。行く久しく、お幸せに。ダメだ、行くな。戻ってきてってば。どいつもこいつも抱え込みよって。よいしょよいしょ、もう少しですわ。ラプン、ラプンツェル、シンデレラ、一体何をして。通れたよ。もう、うまく抜けられましたわね。どうやってそっちに回り込んだんだ。そこ、壁の小さな穴からですわ。私とラプなら通れると思ったんですの。すごいよシンデレラさん、ラプちゃん。最高だ。じゃあ早く扉を開けてくれ。それはちょっとできないんですわ。ごめんね、こっち。どうしてだ、みんなで行った方がいいに決まってるじゃないか。あのね、ラプンツェルもね、もう近いの。だからね、みんなと一緒にはいられないの。まさか。ブラッドスケルター化しそうなんですの。その限界が近いって私もラプも感じてるんですの。もうジャックはいない、ブラッドスケルター化を解く術はない。そうですわクレーテル、だからこの扉は絶対に開けられませんの。そんな、じゃあなおさらそっちに行っちゃダメだよ。だったら二人はもうこれ以上戦うな。赤ずきんたちは僕たちが連れ戻すから。いいえ、おつーたちは逃げなきゃダメですわ。ナイトメアはラプンツェルたちに任せてね、必ずやっつけるから。ダメだ、行くな二人とも。おつー、あの時本物の私をちゃんと見つけてくれてありがとう。まるで脱げたガラスの靴を履かせに来てくれた王子様みたいでしたわ。うん、おつーは王子、ラプンツェル、王子といつか子供作りたかったな。でもラプンツェルを見つけてくれただけでも嬉しいからいいや。バイバイおつー、みんなさようならですわ。ずっと勇者のようではないか。それにこの気持ち、とても胸が痛いのだ。ラプンツェル、ナイトメアを必ずやっつけるなんて言っちゃった。嘘つきにならないかな。でもそれでいいんですわラプ、心を強く持たなきゃダメなんですわ。そうだよね、いいよね。針千本飲むよりも後悔しちゃうと思ったからね。針千本なんて今の私たちには全然平気ですものね。そう、この先にいるものに比べれば。ねえシンデレラ、手つなごう。
私ももう怖くないですわ。なめるな。二人だとどうしても攻撃の隙が作りづらいですね。どうすれば。暁かぐや加勢しますわ。ラプンツェルたちも手伝うよ。シンデレラさん、ラプンツェルさん、どうしてここに。とにかくすぐに戻りなさい。嫌です、戦いますわ。今がどんな状況か分かってんの。いいから早く戻りなさい。そうです、二人はまだ幼いのですから、しっかり生き延びなければ。やだ、ラプンツェルたちを前に一人前って言ったのは嘘だったの。そうですわ、私たちだって戦えるって認めてくれたんじゃなかったんですの。そうでした、二人も覚悟して来てるんですよね。それなのにごめんなさい、その覚悟をちゃんと拾ってあげなくて本当にごめん。分かってくださればいいんですのよ。じゃあ一緒に戦おうね。かぐや、あんた今ホッとしたでしょ。それはそうですよ、赤ずきんさん、こんなにも希望を分けてもらって嬉しくないわけないでしょ。同感。私も実はもうダメかなって思ってた。ありがとう、シンデレラ。私らで一丁突撃しようか。うん、お任せあれですわ。覚悟はできてます。それじゃあみんな、あのクソナイトメアに一撃ぶちかませ。よし、開閉レバー見つけたぞ。待ってて、みんな。思ったより時間がかかってしまったわね。急ぐぞ貴様ら。その角の先だ。みんな無事か。どうして、どうしてみんなこんなことになっちゃうんだよ。グレーテル、息のあるものはどうだ。残念だけど姉ちゃんもラブちゃんもシンデレラさんもかぐやちゃんもみんな、いやー、これだけ命をかけて与えた傷はほんのわずか。我はもう我慢ならんぞ。待ちなさいハーメル、どうせ戦うなら確実な方法で行くべきよ。グレーテル、何か策があるというのか。ええ、そうよ。でもここでは実行できないから場所を移しましょう。ツーたちもいいかしら。ああ、僕は構わない。わかった、貴様の策に乗ってやろう。さあ姫、行くよ。お父ちゃん、辛いけど今は逃げるんだ。グレーテルよ、その策とやらは一体何なのだ。
まだ話せないわ。いいからついてきて。ではどこに向かっておるのだ。策を実行するのに最適な場所よ。いつまでも逃げ続ける体力など残ってはおらぬからな。人魚姫どうしたグレーテ。いきなり口の中に突っ込むなんて、僕を窒息させる気か。大丈夫、無害なもの。一体何を飲ませたんだグレーテル。今飲ませたのは汚れを取り除く薬。効果は微々たるものだけど、ないよりはマシでしょ。人魚姫、あなたも飲みなさい。うん、ありがとう。さすがグレーテル、そんなものまで作り上げていたなんて。やるではないかグレーテルよ。だがこの程度ではあるまい。策とやらを聞かせるがいい。いいえ、これが策よ。あれ、なんだか体が。姫、グレーテル、一体何を飲ま、急に眠気が。そうか、あの時の睡眠薬なんて。ええ、そうよ。騙してごめんなさい、ツー。それから、ありがとう。寝れば少しはストレスが取れるから、汚れを取り除く薬に偽りがないわね。グレーテル、これは一体どういうことなのだ。簡単な話よ。打つ手がない。貴様、諦めるつもりか。私たちはすでに戦力的にも体力的にも限界。その上ブラッドスケルター化する危険もあるわ。そんな状況でできる策などありはしないし、あってもたかが知れている。まさか眠らせたおつうたちをおとりにして逃げる気か。いいわね、その策。昔の私なら迷わず実行していたわ。違うのだな。では何をする気だ。ハーメル、あなた、あの教祖の言葉を覚えてるかしら。監獄塔の入り口におったやつだな。確か景色少女に導かれたってだったか。そう、あの教祖は2に何か特別な力があると、そう考えている様子だったわ。確かに2には不思議な力がある。ジャックと意思疎通ができたりしたのもその一つなのでしょうね。で、それがどうしたというのだ。私はそれにかけてみようと思う。2の特別な力とやらね。ここまでの状況も不思議だと思わない。あらゆる要素は2を生かそうとしているからね。そう思うと、まるで今までの出来事があらかじめ決められた運命のように感じてしまうのだ。貴様が賭けをしようと考えている、それすらもか。ええ、そうよ。私がこの局面でひねり出した考え、それですらきっともう決まっていたことなの。驚いたぞグレーテル、貴様がそのようなあやふやなものを選択するとはな。論理的ではないと。案外そうでもないのよ。なぜならこれ以外の選択肢が
私たちには残されていないから。全てが限界の私たちに打つ手はなく、このままではじわじわと積んでいくだけ。それなら2の特別な力とやらにかけた方がまだ勝算があると判断したの。針の穴を通すような確率かもしれないけど。なるほどな。だが人魚姫まで眠らせたのはなぜなのだ。彼女には必要でしょ。確かにそうであるな。とはいえこの作戦もここで私たちが死ねば何の意味もない。ナイトメアから2と人魚姫を守るには強力で頼もしいパートナーが必要なのよ。なるほど、そこで我の出番というわけだな。そういうこと。頼りにしてるわ、アーメン。任せておけ。では共に行くぞ、グレーテル。やっぱり私もヘンゼル兄さんの妹なのよね。だって未来のために立ち向かうんだもん。
して二人とも、そんな無茶を。僕たちみんなで立ち向かえばよかったじゃないか。もうやだ。なんでこんなことに。僕が何とかするから。だから絶対に追いかけてきちゃダメだよ。それってどういう…待って、おつーちゃん。絶対に覗いちゃダメだからね。つーちゃん、何をする気なの。この方向はもしかして上に向かった。覗いてはダメ、どういうことなの。追いかけてはいけないの。おつーちゃん、すごい必死な感じだった。でもダメだなんて言われても、あんな苦しそうなおつーちゃんを放ってはおけないよ。行かなきゃ、追いかけなきゃ、おつーちゃんを。覗いちゃダメだと言ったのに。でも姫は見ちゃうよね。優しくて強い、歌が大好きで
時々無茶をする、そんな君が愛しくて大好きだった。もしかしておつーちゃん？そうだよ姫、君と夫婦の契りを交わしたつーだよ。今何が起きてるの？おつーちゃんはナイトメアだったの？いきなりすぎて全然わからないよ。お願いちゃんと教えて。わかったよ姫。突拍子もない話に聞こえるかもしれないけど、どうか聞いてほしい。僕は姫を救うために未来から過去へと飛んだナイトメアだったんだ。もともとは都庁と呼ばれる場所で、僕はナイトメアとして生きていた。僕は中途半端なナイトメアに生まれたみたいで、力なんて全然なかった。ひ弱だったんだ。しかも都庁のメルヘンはドイツも強く、僕はだんだんと居場所を失っていったんだ。ナイトメアがメルヘンに追われたんだ。そして逃げるように遠くに出かけた僕は、たまたま水族館跡エリアに迷い込んで、そして人魚姫に出会ったんだ。私まだ幼い頃の姫に、ね、こんな化け物の姿の僕に姫はとても親切にしてくれたんだ。だけど僕は臆病で、姫に怖がられたり嫌われたりしたらどうしようってずっと逃げていたんだ。今日こそは声をかけようって思って、一体何日が過ぎただろう。ついに勇気を振り絞った時には、姫はもう水族館跡エリアからいなくなってた。それで仕方なく都庁に帰ろうとしたけど、帰り道がわからなくなってしまったんだ。そうだったんだ。そして僕は地下洞窟をさまようナイトメアになっていった。そんなある日、僕は久しぶりに人間に出会ったんだけど、その人間たちは僕を見るなり襲ってきた。それが赤ずきんたち、その時の景色少女たちだったんだよ。お姉ちゃんたち？まあその時は今よりも化け物の姿だったから、襲ってくるのも仕方ないよね。今ならその気持ちはよくわかるよ。その時はなんてひどい人間たちだろうって思ったけどね。それでお姉ちゃんたちとはどうなったの？戦ったの？いや、偽物をおとりにしてひたすら逃げたよ。叶うわけないからね。でたらめに逃げるうちに都庁に出たんだけど、赤ずきんたちが追いかけてきて、そこで聞いたんだ。姫は水族館跡エリアでブラッドスケルト化して死んだって。それを聞いた僕はいても立ってもいられなくなって、都庁のジェイルを成長させた。成長したジェイルは大きなコアを生み出す。願いを最大限擬態化してくれるという特別なコアをね。それを僕たちナイトメアはウィッチクラフトって呼んでいるんだ。今まで僕たちは監獄島を伸ばして脱獄するって考えていただろう。そうだね。ジェイルの成長に伴って監獄島は確かに伸びるよ。でもそれで脱獄なんてできないんだ。もしかしたら脱獄を願えば叶う何かに擬態化してくれるかもしれないけれど、まあ今となってはどうでもいい話さ。結末はすごく単純だ。僕は監獄島を伸ばし、上の月に届かせて受精させた。そして生まれたウィッチクラフト、大きなコアに強く願ったんだ。人魚姫を助けたいって。
気づけば僕は結色少女となって、姫が死んでしまう前の水族館跡エリアにいた。この世界はそこから始まってる。そして今僕がここに来たのは、つまりはそういうことだよ。強い願いを擬態化して叶えてくれるこのウィッチクラフトに願いに来たんだ。おつーちゃんは何を願うつもりだったの？死体があれば人は蘇らせることができるかもしれないんだよ。だから死んでいったみんなを蘇らせたい。黎明の人は、うん、それだけじゃない。他に今まで惨殺された人は、それは無理だ。やっぱりそうだよね。ねえおつーちゃん、私が生きてない時間軸ではみんなは幸せだった。それはお願い、ちゃんと答えて。うん、幸せだったと思うよ。その時間軸では幼いままのシンデレラもいないし、仲の悪そうな三姉妹もいなかった。何よりアリスもジャックも人間のままで、みんなと行動を共にしていたよ。そっか、おつーちゃん、そばに行ってもいい？姫、僕今はこんな姿だから近づかない方が。抱きしめさせて、おつーちゃん。私のためにそこまでしてくれて本当にありがとうね。おかげで私はいっぱいいっぱい幸せだったよ。姫。でもね、こんな風になかったことにしちゃうのはダメだと思う。取り返しがつかなくて、だから精一杯に頑張ろうって思える。それが今なんだから。おつーちゃんが願うべきはもっと違うことだよ。それってこの世界を本来あるべき姿に戻そう。正しく生きよう、おつーちゃん。やだやだやだ、姫を失うなんて絶対に嫌だ。僕はもう二度と姫を失いたくないんだ。じゃあ黎明のみんな、解放地区のみんな、結色少女のみんなは死んだままでいいの？誰かが欠けている未来でもおつーちゃんは幸せだって言えるの？それはそんなのもちろん嫌だよ。前は姫さえいればいいって思ってた。だけど気づいたらみんなのことも大好きで、すごく大事で、姫が一番大好きだ。それは絶対だ。でもみんなも失いたくないくらい大好きなんだ。僕はどうしたら。ねえおつーちゃん、姫。これが私の気持ちだよ。姫の気持ち。そうだよね。うん、分かってるさ。おつーちゃん、愛してるよ。けどね、恩を返してほしい時が来たの。ねえ、私の王子様。そうだったね、僕は君の王子様だったんだ。おつーちゃん。そう、僕は王子なんだ。姫を守り
姫の願いを叶える、そんな完璧な王子なんだ。それにこうなったら姫は頑固だからな。わがままな姫でごめんね。なーに、多少わがままな方が可愛らしいというものですよ、姫。ありがとう、おつーちゃん。姫、僕もあなたを愛しています。いつか未来の果てでお会いしましょう。はい、うつつか者ですが末永くよろしくお願いいたします。さあ出発しましょう。お足元にお気をつけて。ウィッチクラフトよ、どうか正しい今に。人魚、大丈夫？安心して、すぐにハルと合流して黎明に連れてってあげるから。あ、あそこだ。あとはあの角を曲がれば。またいっぱい来た。ごめん人魚、下ろすよ。足が魚の尾っぽになって、うわー！
痛い。何するの人魚。やめて、やめてよ人魚、痛いよ。
次のトウで待っています。認識できません。もう全員が忘れてしまいました。すいません、間違えました。あなただけは覚えてました。過去は変えられません。未来が過去を変える時があります。嘘ではありません。顔を上げてください。今度はあなたが彼女の未来を盗む番です。それでは次の塔で。私は嘘をつけれるように作られてません。メルヘンではないな。景色少女だ。新たな景色少女を見つけたと思ったら、まさか死なせてしまうとは。ハル君、君がついていながら残念だよ。悪かったよ。しかしどういうことだろうな。赤ずきんの話によると、この人魚姫は私たちがまだ知らない覚醒の仕方をしたようだな。ああ、俺も見たわけじゃねえから何とも言えないが、赤ずきんを慕ってたはずなのに問答無用で襲ってきて言葉も通じなかったって話だ。覚醒にはもう一段階ある。生の覚醒と負の覚醒。赤ずきんの話では人魚姫はメルヘンの血を浴びた。それは確かなようです。うん。他には？あとは異様なまでに怯えていたようです。もしかしたらそれが関係している可能性もあるかもしれません。あんな幼い子が目の前で血まみれの殺し合いを見せられたんだ。怯えるのもしょうがねえよ。いや、考慮の余地はある。血を浴びすぎて殺戮を見せつけられて心の均衡でも崩れたか。だとしたらこの異常な制御不能状態は差し詰めブラッドスケルター状態といったところか。なるほど、ブラッドスケルターね。これはメルヘンの血を使ってさらなる実験をする必要があるな。そういえばこの人魚姫の死体一向に腐りませんね。そうだ、ここも異常な点だ。もしかしたらブラッドスケルター化してる状態で死んだからか。味だ、だのじみ、ぎずぜ、だな、